写真拡大。プロ野球のセ・リーグで巨人が5年ぶりに優勝した。際立っていたのは原辰徳監督の臨機応変の戦い方。ここ一番でのベンチワークが光った。どうしても得点が欲しい場面では主軸の坂本勇人内野手にも送りバントを命じた。リーグ優勝を決めた9月21日の DeNA 戦、横浜では高卒新人の戸郷翔正投手をプロ初登板で先発起用した。豊富な経験に裏打ちされた。誰にも真似できない采配だと思う。タレント業がメインになっていた OB の宮本和智、元木大輔両コーチを招聘したのも、現場を預かる監督以上の権限を持つ全権監督にしかできない仕事だった。入閣した2人がベンチにいることでチームは明るくなった。原監督は選手として一流だったが、指揮官としても一流。こういう人は稀だ。フロントのバックアップも聞いた。手薄となっていた抑え役を補強するため、6月にルビー・デラロサ投手を獲得するなど現場の要求に応えた。シーズン途中でいい選手が1人加わることが順位を分けた恒例だろう。巨人という球団と接していると球界の名手としての意識の高さにも気づかされる。沖縄初のプロ球団、琉球ブルーオーシャンズが今年発足した。僕がゼネラルマネージャー、GM を務め、台湾などの海外チームのほか、日本野球機構、NPB の各球団とも試合を行うことを目指している。できるだけ協力したいと言ってくれた。自分たちのチームのことだけでなく、常に野球界全体の発展を念頭に置いているのだ。そういう姿勢が顕著に現れた例として思い出すのは、終身名誉監督長嶋茂雄さんとのやり取りだ。甲子園でのオープン戦でチームを率いていた長嶋さんに挨拶した時のこと。タオ君、今年のタイガースはどうだ？と質問された。多分阪神は最下位になるだろうと思っていた僕は、しんどいですよと答えた。すると、長嶋さんは、困るなぁ。阪神が弱いと、プロ野球は盛り上がらない。球界全体にとってマイナスになる。チームは自分たちの持ち物なんだから、お金儲けができればいい。そんな小さな視野の球団が、少なからずあるのではないか。プロ野球界全体の発展のためには、勝ってファンを喜ばせる努力だけでは物足りない気がしてならない。野球評論家